やっぱそれでもここは変わんないなって部分ってやっぱありますね。でもね、浜さんはやっぱね、言葉がすごい印象の。キーパーとしてはどうかわかんないけど、人としては絶対裏切んない。そう、キーパーとして、止める止めない、勝つ負けるは、それはもう、わかんないけど、まあ、伸びけ、お前はとにかく、人として裏切んなっていうのはすごい言われて。それはね、すごい、今でもやっぱこう、肝に銘じて日々、いるかな。か、じゃあ体の変化とかってなんか感じるとこってあります？やっぱり回復は遅くなったと思うんで、ただそれは回復にかける時間を増やせばっていう話で、メリハリがつくようになったかな、若いうちより。とにかくその日、とにかくその日ってやっていくよりも、公式戦から逆算して、ここでメリハリを作って、やっぱ試合前日までには必ず選んでもらえるような自分の状態を作って、で、また次に向かっていく。